こんばんは、勝則です。今日は、馬肉ともやしの炒め物、サムネ的にはもやし馬肉炒めですね。焼き馬肉、焼き肉じゃなくて焼き馬肉でもいいし、馬肉焼きでもいいんですが、一応まあもやし馬肉炒めということにします。サムネイル的には馬主級もやし炒めですね。で、昨日桜鍋をしただしですね、美味しいスープが残ってますので、そこにちょっと砂糖と醤油を加えて、豆腐と白菜とえのきを煮てます。豆腐、白菜、えのき煮ですね。はい、明日はまた馬肉鍋にするんですが、味噌を加えるか、ニンニクを加えるか、生姜を加えるかで、白菜ではなくて馬肉によく使われるキャベツを使ってみようと思います。はい、明日の予定は置いといて、体重ですね。今日の体重何キロでしょうか。今日は便秘です。何もお通じないです。で、7時ぐらいまで水分とってましたが、体重 55.2キロ、 200g しか増えてますね。体重 55.2キロ、 体脂肪率 12.1、 体重 55.2キロ、 体脂肪率 12.1、 基礎代謝 1305、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.0、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5 ですね。いい感じです。今日はこれで終わり。あ、全体の俯瞰図取りましょう。全体の俯瞰図ですね。みかん食べるかもしれません。もやし馬肉炒め、もしくは焼き馬肉、馬肉焼き、まあいろいろありますね。で、白菜、豆腐、えのき煮、白菜、えのき、豆腐、すき焼き、肉のないすき焼きかな、肉の出汁は入ってますからね。で、白ご飯、以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。